とう。こんにちは、こんばんは。中村舞です。日曜日フラッと来て写真集変えるの？当日もうあるってのを聞いて、ですね、予定のもう何ですか、予定枚数足したらちょっと終わっちゃうんですけど、ホームページの方から、はい、12時までは一応受付があるっていう風に、はい、聞きましたね。当日12時までで、でもちょっと限りはあるって感じで、上限はあるって感じなんですけど、ぜひまだ悩まれてる、ぜひぜひ今からでも、お前からでもお待ちしてますよ。明日、そう、明日は私物田でお渡し会なんですけども、頼みありがとう。まやありがとう。現場で、いや現場じゃなくて、あのホームページです。あの今日ツイッターの方に、 X の方にポストしてるので、ぜひよかったら見てください。かわいい、ありがとう。そう、渋谷です。明日は渋谷ツタヤです。オンラインありがとうね。今日はそう、オンラインでした。皆さんありがとうございました。オンライン、うん、東京ですよ。今日も私物田で、今日はですね、そのオンライン話から私物田でやったのと、あとはいろいろと記者会見みたいな感じで、たくさんのメディアさんに取材していただいて、多分もう今日の記事は、そうなんです、たくさんの方にちょっと来ていただいて、そうなんでございます。ぶっ飛んだコメント、いやだってさ、セカンド写真集って考えてないですよ。そんなファースト写真集今から出すのに、ねえ、みんななぜ次を求めたがるんですか。人は皆さん次を何でも求めたがるのです。ありがとう。そうなんです、でもそう、たくさん取材していただきました。あとね、これあるあるなんですけど、めっちゃ何点ですかって聞かれるんですよ。もうこのいつもも困ります。何点ですか、困ります。うん、満点、そりゃもちろん満点ですよ。テルもありがとう、花火もありがとう。明日はとても楽しみです。皆さんぜひお会いしましょう。ありがとう。迷ってる方も
ぜひお待ちしてます。聞いてね。明日も私物だだ。今日もね、渋谷でおきちゃんに会ったんですよ。マネージャーさんに、なんでおきちゃんとの待ち合わせは全部渋谷なのって。まあ、おきまえは渋谷のギャルだからって。渋谷のおきまえということで。そう、必ず待ち合わせは109なの。たまたまってか、なんか偶然っていうか、そう、お互い、そう、お仕事で、おきちゃんも渋谷の近くにいて、で、もう本当にめっちゃ近いからってなって。ホットルームありがとうございます。写真集あげた。いや、ちょっとね、まだね、ちょっと渡せなかったんですよ。写真集ちょっと渡せなかったんですけど、そう、渡したかったのよ。でもまた会えるので、その時に渡します。キングありがとう。今日はね、朝からね、朝昨日配信ごめんなさい、寝落ちしちゃって、もう風呂キャンセル界隈すぎて涙出ました。もうマジでごめんなさい、寝落ちしちゃったんですよ。まあ、予約も入れてなかったんですけど、やろうと思ってたら寝ちゃってた。そうでね、そのね、昨日ではない、今日の朝、まあ集合っていうかホテルのね、そう、下にいて、で朝ロビーのとこに座ってたんですよ。そしたらなんか外国人の方が私に話しかけてきて、でグモーニングみたいな感じで、私なんか座ってたら、ヘイみたいな、グモーニングみたいな言われて、でもグモーニングみたいな、私も言って、そしたら How are you? みたいな言われて、で、I'm so so って言って、そしたらなんか、まあ、まあまあですみたいな感じで言ったんですよ。そしたらなんか Why? みたいな、 Why so so? みたいな、まあ、そうそうだから、まあ、あんま良くないじゃないですか。 Why so so? みたいな言われて、で、で、なんかなんて言ったらいいか分かんなくて、もう眠れなかったってことにしようと思って、あ、Not sleeping! とかって言ったんですよ。そしたらWhy? みたいな。なんで眠れなかったのみたいな。もうすごいいっぱい理由を聞かれて、私あんま何も考えてなくて、ちょっと、どうしようかな、なんて言おうかな、別に眠れたんだよな、とか思って。ねすごい考えてたら、多分英語分かってないんだってちょっと思われて、なんか、トランスレートって言われたんですよ。携帯を指さして、トランスレートで、なんか、翻訳してって。こう、携帯で翻訳出してって。で、私こう翻訳ってもじもじして、ちょっと携帯いじって、でそしたらなんか What's up? みたいなすごい言われて、 What's up? ってなんか私の中ではどうしたの?みたいな意味だと思ってて、 What's up? What's up? ってすごい言われて、 What's up? ってこっちが What's up? なんですけどみたいな、めっちゃ思って、なんかどうしたの?みたいなすごい聞いてくるから、こっちがどうしたのなんだけど、What's up? みたいな。私も、What's up? 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 みたいな。本当に。で、まだマネージャーさんいなかったんですよ、その時。だから私一人でずっと、はみたいな。で、その後に、What's your name? って言われて、で、あ、my! って言ったら、なんか、No! って言われて、で、No! What's your name? だから、って。マイノーみたいな感じで、ほんとこれマジで何回もやりとりして、ノーみたいな、ノー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 、What's your name? Name! Translate! What's your name?
マイってなななななみたいな。で多分マイが多分 MY あの何ですか私のみたいな多分意味、そのマイって多分通じなかったんですよ、名前が、名前だって思われなかったんです。だから My name is my M-A-I っつって、もうたらおーみたいな、マイみたいな言われて、でやっと理解してくれたんです、そこでマイ OK OK みたいな言われて、でその後になんか名刺を渡されたんですよ。でこそこそって、で何の名刺だろうって見て、何これと思って、でなんかそれ WhatsApp っていう、多分なんて言うんですかね、海外版 LINE みたいな、まあなんかアプリ WhatsApp っていう多分アプリがあるんですね多分。でなんかその海外版 LINE みたいな感じで、多分それのを聞いてたっぽくって、でそうで、あなるほどと思って、あ WhatsApp ってそういうことやったんやと思って、でなんかすごいね、もうね、なんかでもすごいなんかエチオピアの人だったんですよ。なんか今ちょっと名刺持ってるんですけど、このなんかエチオピアの人で、でなんかめっちゃなんかオフィスラインとかの仕事用のなんか名刺もらって、でなんかしかもなんかちょっとすごい、なんて言うんですか、なんかすごい人で、であのこれになんか連絡しろみたいなこと言ってて、でなんかあーみたいなもうなって、でその後にもう朝からオーケーオーケーってなって、で去り際に I love you って言われて、で Thank you もう Thank you ってなって、でもうそれで終わったんですけど、なんかもう本当に朝から私自分のなんか英語力もないし、もう本当にテンションも低いし、もう結構最悪だと思って、本当にもう朝から結構ね、今日はねもうね波乱万丈な朝を過ごしてきたんですよ。ありがとう。朝一でヘトヘト？いや本当にヘトヘトでしたよ。濃いです、本当に聞いてるこっちは面白い。いや本当にでも私もなんか本当になんか嘘みたいなことがいっぱい起きる現実で、そう、なんかね、でもねこれはなんかスルーだって言ってる人はね、いやなんか日本って結構多分こうなんですか、話しかけられたらなんかこうあすいませんみたいな感じでスルーするけど、なんか外国人の方って結構ねこう通りすがりにさ話しかけること強くないですか、なんかハローみたいな、はい、話してみたいな感じのなんかそういうノリないですか。でなんか私待ってたからさ、その場でさグモーニングって言われたから、あグモーニングみたいな、もうなんか結構なんですか、普通にさお話しかけられたおはようございますみたいな、結構ねそうなんかなんて言うんですか、そういう結構なんかね日本結構スルーするっていうのはあるけどね、朝はきつい。まあでも確かに私テンションあんま多分そんなに高くなかった。いやもう帽子めっちゃ深いもん、こんな朝私目見えないからもう大体こんなんだから目もほぼ見えてないから、エレベーターの中で挨拶する。でも分かるかも。なんか、去り際に軍ないみたいな、あるわ。あるよね。軍ないみたいな。別に知らない人だけど。
ありがとうございます。そう、今日はねもう本当に朝からね、もう英語力のなさを痛感しましたね。なんかあんまり全然聞き取れなくてさ、なんか、うん、みたいな。ありがとうございます。エチオピア、え、どこなんだろう、エチオピアどこかも分かんないわ。アフリカなの？そうなんだ。なんか前なんか最強の時間割っていう番組でアフリカについてやったけど、エチオピアってアフリカなんだ。いや、バリバリ仕事前の人でしたね。なんかあの何人かで一緒にいた集団の人たち。アフリカも広いから、そうだよね、アフリカ結構広いもんね。そうだよね。スーツだったの？そう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 、スーツだった。ありがとうございます。そう、本当になんかいろんなことが起きます。明日も朝からだよ。いろんな売店の写真集の記事見てありがとう。昨日？ん？今日？昨日？昨日だ。昨日もたくさん取材していただいて、そうなんですよ、写真集関連のことで本当に朝から晩まで結構ずっといろいろと、そう、きっと記事になる。ありがたいですね。すごい、めっちゃ声聞こえる。宇宙のインパクトすごい？いや、なんかさ、むずくない？セカンド写真集。どこで撮りたいって言われても難しいんだもん。場所むずくない？でも私ね、一個やりたいのある。ショートカットで撮りたいんだよね。もしなんかするとするならばショートカットで撮りたいわ。ありがとうございます。宇宙はまあちょっと難しいでしょうね。いつか切るってこと？いや、そんなん決めてない。
宇宙で撮ったらカメラマンさんも多分浮いてるからすっごい撮影が難しいだろうな。なんかこうすっごい撮影が難しいだろうな。なんかこうだんだん水着とかも服も全部浮いてくるかもしれない。もうあ浮いてくるかもしれない。もうああメイクさんも直しに。カットの話したらループした。え、止まってますか？でも何時なの？23時27分か。え、これ合ってんのかな？わかんないけど。23日か。なんかあっという間だな。電波も浮いた。この話したら？ホテル Wi-Fi は私ホテル Wi-Fi とかつけてないよね多分。つけてないですね。8月終わる。でも8月31まであるから嬉しい。私31まである月大好きなんだけど。なんでか、え、なんか長い方が嬉しい。なんかあの簡単に時が過ぎ去ってほしくなくてちょっと抵抗してんの日々だから。31まで会ってくれたら嬉しい。2月は嫌い。2月はねバレンタインもあるからね。ちょっとねバレンタインってさ、なんかなんて言うんですか、友チョコ文化みたいなあるじゃん。だからさ、まあまあ参加しないんですけど、なんかもらうのも結構気を使うというか、バレンタインはねあんまり得意じゃないですね。うん、なんか2月そうね短いしね。ちょっとね嫌いなわけじゃない、嫌いなわけじゃないけどあんま得意じゃない。4月嫌いだよね。え、嫌いじゃないよ。ちょっとあんま得意じゃないけど。4月30までしかないから。なんならさ0日も作ってほしい。4月0日みたいな。4月1日の前の0日も作ってほしいです。4月元日みたいな、なんか作ってほしいですね。あ、元日って0年のこと、あ、0日のことじゃないか。なんか長ければ長いほどいいね。ありがとう。誕生日付きなのに。みんな誕生日付き好きですか？どうですか？なんかそわそわしない？自分の誕生日の日って。お、結構好きな人がいっぱいいる。マジ？本当ですか？あれがいいな。今は多分ないと思うんだけど、いつか忘れてみたいな誕生日。で人から教えられたいかも。え、今日誕生日だよ。マジ誕生日じゃんみたいなのをやりたい。いつかちょっと忘れたいです誕生日。あの人から気づかされたい。
花火ありがとう。何歳かも忘れちゃう。でも私もたまにあるよ。私何歳だっけみたいな。あれ何歳だっけ。年はね、確かに毎年数えないといけないから忘れるよね。花火ありがとう。金曜ありがとう。ノアピと何歳差かで覚える。独特な覚え方してんね。なんでノアピな。あのあれ最年少じゃないんじゃない？あれ最年少だっけ。ノアピ梶原ゆうちゃんが最年少。音すごい。あのエアコンつけてます。都会の生活には慣れましたか？いや全然。あのあれですよ、あの本当にあの東京来るときは一人で来たんですけど、でもあの着いてからは全部マネージャーさんの後ろをピョコ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 ついてって、本当にあの何も考えてないから、マネージャーさんがもし間違えたら私も間違えるし、もうあの全部マネージャーさん任せ、もう言われた通りについていくだけです。渋谷はわかる。渋谷109はこの間行ったからわかる。109好きなの。いいよね。ありがとう。おきちゃんの家行かんのか。いや行ってないね。なんかさ結構仕事できとるけんさ、あのホテル取ってもらっとってさ、まあ家行くことないよね。詳しくなったか。詳しくなっどうだろう、道玄坂わかりますか。なんか今日道玄坂って文字見たな。道玄坂って何、どこなの。渋谷の近くある。渋谷にある。なんか見たのその文字、道玄坂って。今日やっちまった出来事はない。でも昨日ね
取材の合間にご飯をね食べたんですけど、ちょっと外のとこで食べて、で帰ってる時になんか犬を散歩してる人がいて、でマジで可愛くて、もうこうなんか抑えきれなくって、本当にもうミャーって、もう私もうその犬に向かってキャーって言って、可愛いって、もうでも本当にもう赤ちゃんみたいに可愛かったんですよ。だから、あ、可愛い、もう赤ちゃんだねって言ったんですよ。そしたらすごい飼い主の人がちょっと赤ちゃんじゃありませんみたいに言われて、でずっと赤ちゃんじゃありません、すごいね、結構何回も、いや赤ちゃんじゃないんでって、すごいね否定してて、すごいやらかしたって思いましたね。マジですね、気まずい、うん、なんかその飼い主さんも赤ちゃんじゃないって言いなさいみたいな感じで犬に言って可愛いポメラニアンだったんですよ。もうすごい可愛かった。アニマルセラピーもなんか動物に癒されたいです。小型犬、うん、でも私も結構しつこく赤ちゃんって感じで言っちゃったんで赤ちゃんかわいいね、赤ちゃんだね、ポメラニアンかわいいよね、なんかもう毛がパかわいい、毛羽立ってる、毛羽立ってるって言い方は違うな、なんて言うんですか、なんて言うんですか、ね、いい意味で元気な毛。何歳だったか、え、何歳だったか分かんない、赤ちゃんではないっぽい。もう犬に触りたくってね、ポメラニアンかわいい、そう犬好きなんですよ本当にね、犬ってね本当にかわいいの、もうなんかね、もう一緒に暮らしてたらもう大好き大好き大好きって感じで、もう本当にもう一途に好きになってくれるし、もう本当にかわいいのなんかもう犬と戯れたくてやばい、ももちゃん、ここちゃん元気なのか、元気だよ、ももちゃん、ここちゃん、ハスキーどんな感じだった、そう、マレーシアでハスキーカフェ行ったんですけど、マジでいい匂いハスキーすぎてびっくりしたよ、本当に本当になんか無臭とかじゃなくて、もう本当になんかシャンプーの、ずっとシャンプーの匂いみたいな、めっちゃいい匂いして、めっちゃいい匂いして、本当にもうびっくりするぐらいボディーソープみたいな匂いした、本当に、そう、めっちゃいい匂いのハスキーでした。朝シャン、朝シャンしたのかな、お利口さん、めっちゃお利口さん、なんかすごいなと思った、そのさ、なんて言うんですか、言語がやっぱ違うけどちゃんとこうお座りとかも覚えててさ、お利口さんでしたよ。ハスキーね、かっこいいよね、かっこいいワンちゃんだよね、
甘噛み、一個も噛まれない。ちょっと噛まれたいぐらい。甘噛み可愛いよね。あのガチ噛みじゃなくてこうカプンくらい。マジであの癒しでしたね。大きな、なんかさ、私小型犬も可愛いなってはもちろん思うんですけど、大型犬も可愛いと思う。なんかもう犬は全部可愛いんですけどなんか大きい、なんか自分ぐらいのサイズの犬とか、なんか人間ぐらいのサイズの犬可愛いなって思う。一緒に寝たい、モフモフしたい。大型犬かわいい。リンコちゃんの犬、リンコちゃんの犬はあれマルチーズだよね。かわいい、白い犬かわいいないや犬は全部かわいい。マジで犬は世界を救います。本当にかわいい。猫？猫か。猫は、まあ、好きですよ。猫も好きなんですけど、猫はあんまり好かれた記憶があんまないんで、ちょっとやっぱこう自分のことを好きになってくれないと、なんかね、こう心折れるっていうか、結構そう気まぐれな面がありますのでね。そういうのが好きな人もいると思うんですけど、もうジジちゃん、あのそう、まひなさんちの猫をもうあんま好かれてないね。私なんか逃げられる、あんま触らせてくれない。でも私が何もしなかったら様子見に来るけど、私から言ったら基本逃げられる。チュールあげれば落ちるよ。でもだってそれはもうチュールが好きってことでしょ。ありがとうございます。犬にはそっけなくされたことないの？あります、一回だけ。なんか小学生の時に近所に住んでたワンちゃんがいて、そのワンちゃんは近所中のみんな住民にいい顔するのに、私にだけはなんか近づいたらみたいな、カーみたいなされて、チワワだったんですけど、もう本当になんか多分舐めてたんですよね、私のこと。小学生でちっちゃかったってのも多分あるんですけど、なんか私の顔見るだけでなんかすごい、なんか来んなよこっちみたいな
ガラガラみたいなのされてめっちゃ怖かったんで、なんか それの記録だけあるわ。警戒心が強いんじゃない？結構序列が下、序列が下も何も、まあね、近所なんでね、まあ、ちょっと会うくらいなんですけどね。でもなんかうちのワンちゃん結構誰でも好きなんですよ。ももちゃんもココちゃんも、ももちゃんは特にもうめっちゃ誰でも好きなんですけど、なんかそういう警戒するワンちゃんを見ると、あ、なんかあれだなって思う。犬もちゃんと性格があって、こうこうなんだろう、人懐っこい犬もいれば警戒心も強い犬もいるんだなってのめっちゃ思う。なんか犬もそれぞれみんな性格があるんだなって。うん。ありがとう、花火も。天の尺ね、めっちゃなんかさ、天の尺ですかってすごい聞かれる。どう思いますか、天の尺ですか、私どうですか、天の尺だと思いますか。あ、そうなんだそうですの反対、え、そうじゃないってこと。この反対構文流行ってるから、でこれから流行るから、反対構文。素直に頑固、頑固もよく言われてたな。でもなんか頑固ってさ、あんまいい意味で使われなくないね。なんか頑固、頑固をポジティブにしたら何なんだろう。頑固ってさ、ちょっとネガティブ味が強い感じがするんだけど。意志が強い。おう、それはポジティブに聞こえるね。芯がある？ブレない。お、いい。ポジティブ、ポジティブ。でも頑固って言われることはちょっと悪い意味で使ってますね。頑固。なんだって？しぶとい、なんか迷惑がっとる人みたいから、なんかみんなのさ、みんなが私にどんなイメージ持ったのか分からんけどさ、頑固かな、どうだろう、曲げない、どうかな、曲がりまくりだと思うんだけど、結構私わかんない、ものによるよね。なんかこれは曲げたくないってのはあるし、人の意見によってそうかな、みたいな感じで変わるのはいっぱいある。
おもろいよ。ねえ、おもろいって言わないで。なんかおもろくないの、マジで。ほんまに。ほんとに面白くないから、おもろいって言わないで。なんかちょっとハードルが上がるのよ。もうその、おもろいは。ダメダメダメ、もうほんとに。おもろいとかもう、ダメ。うっちゃダメ。マジで、マイキューオリジナルだと思う。何マイキューオリジナルって。なんかいいね、マイキューオリジナル。マイキューオリジナル？いい言葉だ。楽しい楽しい子、いいこと、楽しくでも過ごしてます。なんかいろんなこと、そう楽しく過ごしてるよ。そう、楽しくなきゃ意味がないもんね。楽しくなきゃ。明日会えるよ。じゃあきっと明日は楽しい日になりますね。明日はね、なんか時間とかあるからね、気をつけてね。あときっと土曜日だから、え、人多いよね絶対。渋谷土曜日だっけ？土曜日だよね。面白い。面白くありません。全然です。ね、明日絶対多いよ。もう完売してるの？え、ちょっとごめん、わかんないや。今、ホームページ見て、まだ買えるんじゃないかな。もう10時間後？え？今10時、え？そう考えたらすぐだね。明日何？明日お渡し会。なんかね、昨日一昨日、うん？あ、違う、昨日か。昨日からね、4日間ぐらい衣装ね、用意全部してもらっててね、全部可愛いの。今日の衣装も可愛かった。明日も可愛い。お洋服準備してもらってて、明日はツーショットもあるので。いつも可愛い、明後日も可愛い。みんなね、本当にもう激甘優しい人たち。明日の人が最速ゲット。そうですよ皆さん、明日がフラゲ日になりますね。一応多分明日が一番最速でみんなが見れる日かな。そうなの、フラゲなの。27日発売だから。1日遅れか。え、大阪ですか？
や、でも待ってください、大阪でもフラゲなんで27日発売なんで、結構早くさあれだよね、みんなの手元に。今クーラーが働き始めた、すっごいガンガン。広島です、3週間遅れ。9月14日、それまで中身見ないってこと？もう見ちゃってるんじゃない？バイチャラポ？ほんとだ、57分、もう58分前ぐらい。誕生予防、明日気をつけてきてね。ちょっと待ってね。あれ、山道さん、あ、山道さん、吉弘さん、福太郎さん、トールさん、60代独身さん、京極やくもさん、マサさん、考えなしさん、元町さん、福ちゃん丸さん、梅ちゃんさん、阿部寛さん。1位はドルドドン、東京のソワさんでした。ありがとうございました。配信を見てくれてありがとう。中村は絶対にお風呂を今日入って寝ます、絶対に。おやすみ、みんな明日は土曜日です。おやすみ、また明日。暗い、また明日しぶつたで会いましょう。夜配信します。おやすみ。またね。ありがとう。